管理室、映画とかでよく見るのと同じ。モニターとかスイッチがたくさんある。いろいろな操作がここでできそう。そこにならきっと脱出の手がかりもあるはずだよ。そうね、アイナ、注意深く調べてちょうだい。アイナ？自分の頬を叩いて気合を入れた。脱出は私の頑張りにかかってる。だから何としても手がかりを見つけてみせる。アイナ、頼もしくなったわね。そうかな。ここでの経験でレベルアップできたのかな。そうだったらいいな。成長してるわよ、確実に。今までのアイナちゃんだってすごく頼りになったけれど、今のアイナちゃんはその何倍もたくましくなってるよ。V、はあ、どう？アイナ、何か分かった？とりあえず自爆装置はない。よかった、安心したわ。じゃなくて、この管理室で施設のシステムを全部制御できそう。エレベーターもシャッターもスプリンクラーも扉の開閉も全部。それにね、ここにモニターがあるから施設内の様子も見れるかも。すごい！ショッピングモール全体を制御できるなんて最高だよ！ええ、それなら脱出も容易なはず。あれ、アイナちゃんのテンションが低いということは、うん、制御するためにはマスターキーが必要みたい。もう毎度毎度そんなんばっか。なんでそんなにセキュリティガチガチなのかな。いや、それが当たり前。セキュリティガバガバの管理室とかありえない。でもさ、何かをするために何かを探せって、そんなんばっかじゃん。閉ざされた扉を開け、王国の秘宝を手に入れるために王の鍵を盗んだ山賊を退治しに行く。それが RPG の基本だから。でも少なくとも八方塞がりの状況は打開できたわ。マスターキーを探し制御をできるようにする。そうだね、今度こそ絶対に脱出でき。ダメ、ヒマ先輩、それ以上は言わないで。
なんかそのセリフがバッドエンドのフラグみたいになってる。確かに。じゃあ今回は黙っておく。とにかく光明は見えたわ。諦めるのはまだ早いわね。うん。それとね、屋上の扉を開けれるみたいだけど、どうする？これはマスターキー必要ない。そうなの？じゃあ開けておこうよ。屋上にも何かあるかもしれないし。そうね、調べられる場所は全て調べましょう。何？この不思議な光景は。屋上に遊具がたくさん置いてあるわ。屋上遊園地かな。昔のデパートとかには必ず屋上にこういうところがあった。さすがに世代じゃないからデパートの屋上はないけど、動物園とかに行くとミニ遊園地コーナーみたいのがあったよね。あった。ひたすらライオンの乗り物に乗ってた。最後にはお父さんに無理やり引っぺがされた。私はバスケットボールをゴールに入れるやつが好きだった。全然ボールが入らなくてヘタッピだったけどね。
普通の家族にはそういう楽しい思い出があるのよね。でも私にはない。どうしてなのかしらね。お母様と一緒に遊んで笑い合って、それってごく自然なことのように思えるのに、私には絶対に手が届かないもの。お母様はそんなものを求めてなかった。家族を、私を必要としてなかった。どうしてお母様。ミヤ先輩、みやびちゃん、だったら今から楽しい思い出を作ろうよ。ほら、そこにある遊戯で思いっきり遊ぶの。私とアイナちゃんが見ててあげるから、遠慮なんてしないで。こんなところで一人で遊べっていうの？そんな滑稽な真似できるわけないじゃない。恥ずかしがらなくていい。ほら、パンダにまたがって、欲望のままに。私はもう子供じゃないの。そんなことしても全然楽しくなんてないわ。残念、ミヤ先輩のはしゃいでる姿を見たかったね。少なくとも見てるこっちは楽しめたはずなのに。二人とも私を笑い物にするつもりだったのね。そんなわけないって。私たちはただみやびちゃんに楽しんでもらおうと。楽しそうにはしゃぐみや先輩を見て、私たちも楽しむという、それがウィンウィン。まったくもう。でも少し元気が出たわ。ありがとう、ひまり、アイナ。これは煙突ね。見ればわかるでしょうけど。じゃあ見てもわからないところを探ってみてよ。その煙突の穴の中とかさ。ここに手を突っ込めと言ってるの？アイテムあるかもよ。RPG なら小さなコインとか手に入る感じ。やめておくわ。どうして？手を入れた瞬間に大量の虫とかがブワーって出てくるかも。想像しただけで震えてきたわ。じゃあまず最初に虫がいないか顔を突っ込んで確認してみればいい。冗談じゃないわ。そんなことをして大量の虫が目の前にいたら、私ショック死するわよ。でも本当に中を調べなくてもいいの？貴重なものが隠されてるかも気にならない？仕方ないわね。じゃあ手を入れてみるわよ。ぐーん。
何か手に当たってるわ。丸くて硬いわね。何かしらこれ。あ、どうしたの？なんでもないわ。ほら、他の場所を調べてみましょう。え、でも何かあったんだよね。取らなくていいの？ミヤ先輩、煙突の下に落っことしちゃったんでしょう。ま、大したものじゃないわよ、きっと。過ぎたことは気にせず、他の場所に行きましょう。気になるな。何があったんだろう。これは何かしら。アイナ、あなたはわかる？説明しよう。これはエアー抽選機。装置の中にくじがたくさんあって、下から風でそのくじを舞い上がらせるので、手を入れてそのくじをつかみ取るってわけ。昔は商店街の抽選とかでも使われてたらしい。ん？そこの隙間に何か挟まってる。取れそう？ここの穴から手を入れてみるけど。ダメね。とても届かないわ。何か掴むものがあればいけそうだけど。私なら取れるかも。ミヤ先輩よりも腕、細いし。聞き捨てならないわね。私だって、この体型を維持するために、日々の努力を惜しんでないわ。食べるものにだって気を使って、きちんと毎食カロリー計算をしているのよ。それに、家で簡単なエクササイズもしているし、時間がある時にはジムに通ってしっかり運動を。私、地雷踏んだみたい。だね。みやびちゃんが落ち着いたらちゃんと謝りなね。もっと奥。これ以上腕は入らないわね。ここに何かありそうね。パンダの遊具が突然動き出したの。それで思わず叫んでしまったわ。うん、わかってるよ。そんなの誰でも驚いちゃうよね。でも、
ピャンダーって叫ぶかね。キャーとかならわかるけど。あなたたちはパンダに驚かされたことあるの？そんな経験ないでしょ？ならわからないじゃない。パンダに驚かされたらあなたたち二人だってきっと私と同じようにピャンダーって叫ぶに決まってるわ。もう納得できるようなできないような。まあまあ、パンダだけに白黒つけられないってことで。ん？それでみやびちゃん、何を見つけたの？これは避難はしごよ。これがあれば1階に降りられるんじゃない？ほら、あの水晶玉を落とした場所、あそこは瓦礫が少なかったから吊り下げられるはず。はしご、無理かも。私高いところ苦手だから。想像しちゃう。はしごを踏み外して私の頭があの水晶玉みたいにパカンって割れて。そんな怖いこと起きないから大丈夫だよ。下で私が見守っててあげるし。この避難はしごも頑丈な作りだし、急がず落ち着いて降りればいいだけ。怖いのはほんの数秒よ。それさえ乗り越えれば私たちが待ってるわ。そうだね、わかった。勇気出してみる。はしごを降りれば先輩たちにも会えるんだもんね。これ、グー、チョキ、パーの絵が描いてあるわ。ということは、じゃんけんをする機械？それ、じゃんけんのゲーム機だよ。昔、デパートの屋上とかゲームコーナー、あと、おもちゃ屋さんの前とかに置いてあったらしい。3回連続で勝てばご褒美がもらえる。お菓子とか。そうなのね。ではやってみるわ。みやびちゃん、お菓子が欲しいの？やめときなよ。さすがに腐ってるかもしれないし。そうじゃないわ。今までのことを考えるとお菓子以外のものが手に入るかもしれないでしょ。確かに、ここを出るためのアイテムが手に入るかも。じゃあミヤ先輩、目の前に両手を出して、そして両方の手のひらを外側に向けて組んでみて。え？こうかしら。次は手を組んだまま自分の胸元の方にぐるっと回転させる。そうすると組んだ手の間に穴ができて覗けるようになるはず。難しいわね。これで合ってる？その穴から何が見える？特に何も見えないわよ。
風景がそのまま見えるだけ。おかしいな。その穴にじゃんけんで勝てる手が浮かぶはずなのに。おまじないか何か？いにしえの人たちが子供の頃にやってたじゃんけんの必勝法だって前にネットで見た。昔の人のやることはよくわからないわね。ごときが私に心理戦で勝てると思って、私にかかればこんなものちょちょいのちょいよ。よくそこまで勝ち誇れるね。心理戦って言えるほど複雑じゃなかったし。まあ本人が満足そうだからいいじゃん。それでみやびちゃん、景品は何が出てきたの？これね。レンチ？ええ、どう見ても食べられそうにないわね。みやびちゃん、なんかがっかりしてる？もしかして本当にお菓子狙いだったとか？だって仕方ないじゃない。お腹だってペコペコだし、頭の使いすぎで体が糖分を欲しているのよ。じゃあここから出たらさ、3人で思いっきり甘いものを食べちゃおうよ。ダイエットとか一切気にせずに欲望のままケーキを頬張るの。ちゅるり。ジュルリ？今、獣が舌なめずりした音がした。ひまりのその提案、乗ったわ。必ず三人で、スイーツを食べまくるわよ。忘れないで。わかったよ。みやびちゃんもそのレンチ、忘れずに持ってってね。